こんにちは。荒木和弘です。えー、この間ですね、大学院の授業で、えー、シミュレーションをやってみました。あの、朝鮮半島で何か起きた時にどういうふうに、あの、各国が動くかということで、まあ、学生3人なので、えー、アメリカと、から中国と、から日本、おの、それぞれの役割をやってもらって、まあ、私が残り、あの、まあ、いろんな、こう、状況の不要も含めて、あと、あの、他の国の対応などですね。 え、ちょっとやってみたんですけども、これで二つ、とってもですね、こう、印象的なことありました。まあ非常に簡単なシミュレーションなんでね、そんな複雑な話ではないんですけども、やってみて思ったのは、まずはアメリカにとってみて、アメリカにとってみればですね、あの、この朝鮮半島っていつでも逃げ出せる場所であるということですね。ですからあんまりもうやっぱり関わりたくないということになる。それから日本ですけども、日本はですね、 あの、結局オプションがないんですね。オプションがない理由は何かというと、要はやっぱり、あの、軍事を使えないっていうふうに自分で手足を縛っちゃってるから。外交の活動においても、軍事が使えるっていうオプションがあってこそ、外交が、あの、できるんで、えー、それをわざわざ自分でですね、なくしてしまってる日本にとっては、できるオプションがすごくこう狭められてしまうっていうことはありました。この二つはですね、 まあ本当にあの、簡単なシミュレーションなんですけども、私にとっては非常に印象的でありました。まあで、いろいろこうやっててみんなで議論したんですけども、まあ結局、もうみんな、もうめんどくさいからこのままにしとこうね。 というのが、あの、もう最大公約数、周辺国のですね、ということになっちゃうと。まあ、これがおそらく北朝鮮の体制がずっと続いてきた理由の一つなんだと思います。まあ、ともかく、もう、あの、これ一旦なんかめんどくさいことが起きてしまうと、もうみんな、あの、巻き込まれて大変なことになると。まあ、だからもう、おまあ、事前の策で、ね、えー、もうこのままでいてちょうだいということになってしまっているということでもあります。 えーさて、じゃあ、この状態が今このままでいいのかっていうと、そのままでいれば、拉致被害者も取り返せませんし、それから北朝鮮の中の公開処刑とか、あるいは収容所とか、えー、そういう人権問題も解決することはできないということになりますんで、やっぱりこのままじゃいけないんですね。で、えー、まあ、誰かがもう覚悟してやるしかないですね。 えー、お食事前だったらばちょっと大変失礼なんですけども、まあ、ある方が言われた言葉で、えー、北朝鮮、道の真ん中に起こっている大きな文庫論というのがありまして、えー、みんなですね、あのー、気持ち悪いし、嫌だから、早、もう早いとこなくなってもらいたいなと思うんだけども、みんな片付けるのがめんどくさいから誰も片付けないというようなですね、えー、そういうものってこれ結構一面の真実をついてるんじゃないかと思います。 あるいは、あの、ま、あ私よく使うのは、あの、おみこし論で、 えー、これは要は北朝鮮というおみこしをですね、日米中ロが、えー、担いでいると。これはまあ韓国ちょっとまた微妙な問題なんですけども、日米中ロが担いでいて、えー、上に乗っかってる神様は貧乏神ですからね、もうみんな、あの、下ろしたくてしょうがないんですけども、おでも、お三次の、あの、三越の担ぎ手同士が仲悪くて、えー、お互いに、えー、じゃあ一緒に下ろしましょうってのができない、えー、ということですね。自分だけ手離すと自分の上倒れてきそうで怖くて話せないという、 まあそういうような構図なのかなというふうには思いました。で、動き始めれば今度は周りの国全部がですね、巻き込まれていくということで、もちろん我が国もその例外ではないわけですね。あの朝鮮戦争の時は、日本はあの敗戦で占領中でしたから、もうその良くも悪くもですね、あの何もしなかったわけです。で、まあもちろんその起きたことに対していろんな対処はありましたけども、 直接、その朝鮮半島をどういうふうにするかということについての介入はできなかった、えー。今度は何か起きれば、向こう側に日本人もいるわけですし、えー、やらないわけにいかない。で、そうすると結局、やっぱり回り回ってですね、軍事的なオプションができるようにしておく必要があるんではないかと。これはの憲法改正しなくたって足田修正で、えー、要は解釈会見でできます。 ですから、あの、もう、私の任期中に会見するんだとかんだかですね、もう偉そうなこと言わないで、ともかく、あの、もう、えー、取り返すべきは取り返すべきだと。今の秩序、この東アジアの秩序は、日本としてこうするべきだということをしっかりと打ち出すということが必要じゃないかと思います。アメリカが手になりませんから、ね。 え、もう、で、なんかし、アメリカがなんかしてくれるなんてことはありえないんで、そういう意味では、あの、自分でやるしかないということに尽きるのではないだろうかなと思います。今日もありがとうございました。